岡崎タワーレジデンスは愛知県岡崎市、構成通り西山町目15の7にある超高層マンション。2008年2月に竣工した。地上31階建てであり、最長部は105.04メートル。倉庫数は216個。かつてこの地には名鉄岡崎ホテルを各とする西三川総合ビルがあった。全国で 初めて市街地再開発事業の認定を受けて1973年に開業。建物は地上12階建て、地下2階建ての延べ床面積3600平方メートルであり、8階から12階にホテルが、下階にはテナントが入っていた。1981年からはホテルと並ぶ中核施設として百貨店のメルサが入っていたが、1991年度に、 約59億円だった売り上げが2000年度には約16億円に減少したこともあり、2001年8月末をもって撤退した。結局名鉄岡崎ホテルは開業から一度も黒字化できず、2004年3月にホテルとしての営業を終了した。累積赤字は23億円に上った。構成通り西四丁目の岡崎スポーツガーデンや岡崎郵便局の跡地で、 岡崎市図書館交流プラザの建設を始めていた岡崎市はホテル跡地を中心市街地の再開発の要所とみなし、用地取得を目的として2004年4月から名鉄との交渉に入った当初の内容は建物を解体し、さらちにした後の買収が条件だったが建物を含めた要望が名鉄側から出されるようになると交渉は難航同年12月 市には売却されないことが明らかとなった。2005年8月、名鉄不動産は、西三河総合ビル跡地に超高層マンションの建設を計画した。トヨタ自動車や関連企業の管理職ら住宅取得者層の需要が見込めると判断したのである。大林組の施行によって、岡崎タワーレジデンスが建設された。二千六年九月下旬に販売が開始された際には、 富裕層を対象とする高層外タイプへの関心が高かった。2008年2月に竣工し、その後入居が開始された。地上31階建て、地下2階建て、最長部の高さは地上105.04メートルであり、三河地方の分譲マンションとしては最も高い。倉戸数は216戸であり、最上階は分譲価格が1億円を超えた。 31階以上の3個は約180から220平方メートル、25階から30階の30個は約130から170平方メートルと広く、富裕層を対象としている。24階以下は約65から100平方メートルの標準的な広さであり、三河地方のサラリーマン家庭や生き生きシニアを対象としている。 精神構造や高密度コンクリートを採用している。岡崎市の中心市街地である構成通りに面しており、南側には岡崎城がある、岡崎公園、西側には岡崎市立中央図書館を各とする岡崎市図書館、交流プラザ、リブラがある。東側には岡崎タワーレジデンス春光寺に松坂屋岡崎店があったが、年月日を、 持って閉店した。松坂屋岡崎店の跡地には2015年4月21日に青木スーパー岡崎構成店が開店している。ありがとうございます。